米沢泉のフィールファイン TV です。また例によって、まあ表情が硬いんですけどね。まあ病院にはあさって行くということでね。まあことだけできればと思います。仕事は普通に毎日仕事しておりますね。はい、さあ、ということで本日なんですけども、鉄道に全く関係ない、いや、ちょっと関係ですけど、直接は全く関係ない話ですね。先々週ですかね、ニュースでですね、東急バスの渋谷55系統、幡ヶ谷折り返し場行き、渋谷駅からね。あのバスの幡ヶ谷折り返し場っていう謎のバス停がね、なくなるって、はい、部分廃止、算定理事でしたっけ、廃止されるっていうニュースがあって、米沢はこれ学生時代にたまに乗ってたバス路線なので、それについて雑然と昔、過去を振り返って懐かしむという、年寄り動画をショートバージョンでお届けしようと思います。この渋谷55系統ですけどね、これは渋谷駅から出まして、そして幡ヶ谷折り返し場っていう謎のね、バス停まで、走っているというバス停、今1時間2本ぐらい乗ってるんですか、まあこちらがね、まあ利用者減に伴い終端の3駅が廃止で、東北沢停留所、これを東北沢駅小田急の、ね、駅前にまあ移設して、まあ、そちらでね、まあ、止まりになると。まあ、いうことなんですね。で、まあ、これ、米沢ね、これ、学生時代とっても、まあ、米沢1年生を4回やって、それで中退でもない、まあ、退学届自分でね、除籍日の前の日に出してね、辞めるっていうことだったんですけど、実はその後もしばらく住んでましてね、まあ、その辺の話もちょっと、やばい話も、まあ、ちょっとしますけど、まあ、その翌年までね、88年の3月に中退してるんですけども、88年のね、夏ぐらいまではこの路線を使ってたんですね。冬まで使ってましたね。ということで、ちょっとその辺を振り返りながらね、ちょっと米沢の昔話をしたいと思います。バスですらなくなってますけどね。まあ、何が言いたいかっていうと、この渋55系統ね、あ、米沢がなぜ使ってたかっていうと、まあ、大学の寮に住んでたからですね。84年の入学当時は自宅から通ってました。まあ、都内なんてね、葛飾柴又なんで実家がね、何度か、動画の収録もしている葛飾柴又ですけどね、そちらから、まあ、工場なんで通えるんですけど、どう考えてもね、まあ、まあね、米沢も入学して2ヶ月でもうこの大学を卒業できないと、語学が大変すぎるっていうのも、もう、あとはどうね、遊んで暮らすかしか考えてなかったんで。まあ自宅からいるのもね、なんだって言ってね、まあなんだかんだ言って、84年の冬にね、大学の寮に今入寮するということですね。いろいろ一悶着あったんですけど、これもね、それは細かすぎるって省略しますけど。はい。で、まあ、それで、そうするとですね、当然、その、駒場、まあ、要するに、まあ、駒場寮なんですけど、まあ、その駒場寮から最寄りの駅って言うと、当然、駒場東大前駅ってことになってね。で、まあ、駒場東大前駅から、まあ、寮までそんなにないですね。東大の正門入って、いわゆる一応並木正門から、ね、正面1号館の、横通ってすぐ一丁並木で、一丁並木右に曲がって突き当たりが駒場寮だったんですね。米沢は、北寮と中寮に住んでいたことがありますから、まあということなんですけども、まあ、住んでね、しばらくするとですね、これが今もなんと現存しているね、セブンイレブン神山町店、これもともと酒屋だったんですけど、これがセブンイレブンに転換しました。86年ぐらいじゃないかな、5年か6年ですね。あの、当時はまだ酒の販売免許持ってないとね、小売りできなかったので、酒がね。今は、表が、フランチャイザーが持ってると売れるんですかね。ちょっとすいません、よくわかんないんで、各自調べてください。当時は、酒屋から転換すると、酒屋はもちろんね、販売免許持ってたので、酒屋から転換したセブンイレブンでは酒を扱っている。そうじゃないところは酒扱ってないってことなので、当時は寮で宴会をするということで、まあ宴会ルームもあるんでね、専用で、ね。まあその寮で宴会するとなると、必ずこのセブンイレブン神山町店で、買ってきたっていうのがね、86年以降の、ね、伝統でした。でですね、ところがこの場合当然裏門出るんですね。東大裏門というところ出て、そうそう、裏門のね、真向かいに横断歩道を渡ってすぐのところに、まあ、このセブンイレブン神山町店があって、これどちらも現存してますね。
で、この、まあ、ちょっと Google マップを懐かしく見てしまったんですけども、実はこの裏門を出たところの向かいに東大裏というバス停があって、これ今もありますね。この東大裏ってバス停がまさにこの支部55系統の、バス停ということになります。で、これ周り見ますと、このセブンイレブン神山町店と、あとそれから、まあ、裏門、形変わりましたけど、東大の裏門とね。あと、このガソリンスタンドですね。これは、幻想、昔からありました。この位置にガソリンスタンドありました、確かに。あと、他はもう全部完全に、まあ、そもそもね、ここに高速道路を通るようになったんで、全く全てが変わってるし、拡幅されて全てが変わってんだけど、セブンイレブンとガソリンスタンドと東大裏門だけありますね。で、この東大裏門の横にですね、こう建屋があって、ここにラーメンが入ってるんですけど、ここ昔は、これは明らかに建て替えられてるんですけど、その80年代後半はですね、ここやっぱりこのように店が入居している長屋風のね、建屋は別のものがありました。で、そこがですね、まあ、いわゆる、金物屋さん的なものでね、大工道具とか、まあ、あと、まあ、軍手とかね、それからなぜか目出し帽とか売ってたんで、まあね、学外のヘルメットかぶっていくね、デモにはここで一式揃えていくっていう謎の習慣がありましたね。まあその店も今これ多分同じ人が持ってる気がするんですけど、建屋は建て替わってますね。で、今もラーメン屋とか、お弁当屋さんなんですけど、お弁当屋あった気がする。ちょっと高くないですけど。まあそんな感じです。まあということで、米沢は87年に大学を中退するんですけど、まあその後ですね、4ヶ月ぐらい不法占拠で住んでましたね、この周りにね。当然学籍がなければ住めないはずなんですけど、まあ不法占拠住んでました。で、さすがにそれはまずいだろうって話になって、それで8月にアパート借りたんです。で、このアパートがまさにこの東大裏バス停の、上り線ね、渋谷駅行きの、まあ裏、こちらにあった4畳半のバス、トイレ好きですか、4畳半とキッチンユニットバスですね。古い感じのユニットバスですね。ユニットバスですらないね。バストイレの部屋にトイレ、剥き出しの水洗トイレと剥き出しの、釜付きの風呂桶があるというね、そういうやつでした。まあそこ住んでたんで、でそこで1年ぐらい過ごしたんで、89年までですね、でまさにこの時はバス停が目の前に着いたんですよ。なので、この時はしょっちゅう使ってましたね。まあ逆にこれ、まあ正直、坂道を下っていくと道玄坂に出るので、歩いて15分なんですけど、渋谷駅までね。急いでる時、まあ、途中から塾の先生やり、専任講師やったんで、金回りがものすごくあって、家賃は確かこう4万7千だったと思いますね。ただ渋谷から徒歩15分で4万7千、4畳半とはいえ、バス付きで4万7千、やっぱり当時格安です、ね。バブル期なんで。まあ、重宝してましたという、ゴキブリ出まくってるすごいアパートでしたけどね。で、まあ、リッチだったんで、渋谷に出るときは、下り坂なのに、いいバス乗ってましたね。で、逆に帰りはなぜか歩いてましたね。なんでかよくわかんないですけど、上り坂なのにっていうことで、歩く習性は当時から米沢の、まあ、ついたってことです。そして、まさにそのバスに乗ると、支部55系統に乗って渋谷駅行くとですね、まあ、どこ着いたかっていうと、これが、他の方のブログの引用になるんですけども、まさにこの、今、マークシティがあるところで、になります。ここに支部55系統とか、あと、一部の高速バスが乗り入れていた、バスの乗り場がありまして、見てください。このように、ターンテーブルがあったんですね。狭い敷地なので、ここでバスが旋回していたっていうね。まあ、そういう形になります。大変懐かしいですね。そしてもうこの写真だと銀座線の車両が新しくなってますけど、まさに銀座線の電流線ね、まあ、昔の検車区があったんですか。今車両止めるだけってか、まあ、ここも全部変わってるし、渋谷駅自体が移転してしまいましたけどね、銀座線のね。この銀座線をこう眺める真下のところにこういう、まあバス乗り場があったってことです。そして東急東横店からね、直接ここに行けたんだよね。で、まあたまに乗るわけですけど、渋谷発のように乗ってたんだけども、まあこちらの方でね、このように、乗ってたということなんです。で、まあ他のね、ここに支部26系統とかね、あそこの高知行きのバスの宣伝が出てますね、この支部26系統のバスにね。まあこの、あれ、まだ、あれですね。銀座線、旧電車も残ってた時代ですね。まあ、これは、あくまで引用ですので、詳しくはね、この、下にリンク貼っておきますので、ちゃんと、詳しく見ていただきたいんですけど。まあ、これですね。何を隠そう。これ、玉電ですね。やっと鉄道の話が出てきました。玉電の渋谷駅です。ここ、まさに。玉電の渋谷駅を、
玉電が、1969年に廃止されて、その玉電の敷地のところを道路にしてバス専用道にして、玉電の渋谷駅のところにこのようにバス乗り場を作って、バスが U ターンできないのでこのように旋回場を作ったということで、それがそのままこの80年代は乗り場になってたってことなんですね。で、これ、歴史を調べるとですね、これ94年の7月1日に廃止されてますね。まあ、この朝に高速バスが到着した便を持って廃止ってことに今なってるみたいです。で、その前日の6月30日に一般乗り入れバス、渋55系統もこの発着をやめたということになってますけど、まあ、米沢はね、89年までこの路線を利用していたということなので、必然的にですね、まあ、この、まさに玉電の渋谷駅の跡地のこの展開場があるね、旋回のターンテーブルのある渋谷のバス乗り場しか使ったことがないとか、そういうことですね。そもそも渋谷駅でこれ他のバス乗り場を使ったことがないので、米沢はこの若い時はここしか使ってないってことですね、いうことになります。まあ、そんな渋谷55系統、ね、数少ないここに乗り入れたバスケット、そんなに乗り入れてないんで、それがね、を使っていたってことで、ちょっとそれをね、渋55系統のね、幡ヶ谷折り返し場廃止、バス停廃止、部分廃止ね、路線の、で、急に思い出してしまったってことでね、本日のショートバージョンになります。ちなみにこの廃止になる幡ヶ谷折り返し場、一回だけ乗ったことありますね。塾自体は今も存続しているんですけど、米沢、大学辞めた時は、西馬込にある塾で、まあ、在学中からバイトしてですね、そのままそこでバイトして生活してましたけども、88年の12月からですね、この幡ヶ谷に本社のある塾に、まあ、正社員講師としてね、就職してそちらに営業するんですけど、まあ、その塾に出勤、まあ、14時出勤なんですが、13時出勤なんですけど、大体学習塾になるんですね。出勤するときに間に合わなくて、一回だけこのバス乗ったんですよね。で、幡ヶ谷折り返し場、場所もよく調べず、当時ネットないですから、ネット地図なんかね。わかんなくて、かなりその後走った覚えがありますね。この時まだ住んでたんで、あの、東大裏に。東大裏からこの幡ヶ谷折り返し場から乗ったと、ね。まあ、そういう記録です。はい。ということで、マイナミニュースのリンクもね、下に貼っておきますから、ぜひこの辺を見ていただきたいと思います。と言っても、完全に米沢のダバナスに付き合わせるだけの時間で大変申し訳ありませんでした。以上、米沢の年寄りが過去を懐かしむお話でした。はい、いかがだったでしょうか。もう何もこんな米沢の過去の話喋っても何のこう面白みもないと思うんですけどね。まあ、このチャンネルもはやもうね、1000人登録いくことはないでしょうから、あくまでも米沢が将来見返す動画アルバムも動画ストレージをただで使える YouTube で、そのためだけに今の撮ってるような、まあ、感じになってますんでね。まあ、こういう放送になることも申し訳ないですけどもね。まあ、飛ばしてくださいということでね。お願いいたします。次回の発信ですけど、明日か明後日にですね、乗り物ニュースが今朝またひどい記事出したんで、以前乗り物ニュースがまたひどい記事出したら、その合わせ技2本、乗り物の記事9段、投稿したいと思います。何かを批判するとどうも、まあ、蕎麦だろうが、うどんだろうが、特定のライターだろうが、特定のメディアだろうが、温泉宿だろうが、何かを批判すると悪い、良くないで増える。まあ、必ず2、3個つけてくれる、まあ、知識の方がいますね。いいユーザーがいますけど、まあ、こう批判すると良くないとか増えるのはもう分かってますけど、ここは何とも言うように米沢の、動画アルバムなので、ご容赦いただきたいと思います。明日はそんな感じでお届けしております。長々と短い編ですけども、長々とご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしければよろしくお願いいたします。